あ、はじめまして。この町の主、リムルと申します。よくぞスライムである俺が一番強いと分かりましたね。それあ、退屈してたなこいつ。なんでここにいるの？町で待ってろって言ったよね。なあなあ、やはり私が。ダメそんな目で見てもダメだ。他の魔王に会いに行くのか？うむ、仕事だからな。騙されないように注意しろ。騙されないでくださいね。騙されちゃいけませんよ。騙されないでくださいね。騙されませぬように。みんな心配性だな。私は賢いから騙されたりしないのだ。うわははは。友達というよりマブダチだな。マブダチ。違うのか。マブダチ、マブダチ、みんな俺たちはマブダチ。最近学んだ手加減を見せてやるのだ。本当だろうな。これが手加減というものだ。ドラゴンバスター。手加減って一体？褒めてほしそうだな。これは褒めていい状況なのか？雑魚ばかりだと大変だな。ミリム様に気に入られているからと調子に乗るなよ。おいお前、私の友達に舐めた口を聞くじゃないか。ミリム待て。お前今度何かしたらマジで晩飯を抜くからな。わかった。おとなしくするのだ。うわー今日も大量なのだ。もうミリムちゃんはすごいんですよ。すぐに魔物を発見するので今回も狩りが楽々でした。うわっ魔物の発見くらい余裕なのだ。今夜もごちそうなのだ。そうだ、今度俺が武器を作ってやるよ。やっぱマブたちとしてはミリムが心配だしさ。新しい武器そうだな、やはりマブたちは一番大事なのだ。ちょろい、あまりにもちょろすぎる。